はい、ピースケでサクッとやっていきますということで、今日からサクチャレです。はい、頑張りましょう。まあ特攻芸にはなっちゃうと思いますが、はい、まあやれる限り頑張っていきましょうという感じです。はい、まあ俺はもうどうしようかな、もういつも通りの編成でやろうかな、でもちょっと思ってます。はい、全然レベルもね、しおりとか全然まだ42とかだし、うん、パワー持ってないし、この辺は割とサンタとか、まあラミー全然だけど、石沢とかゴブリンとか、まあ、その辺50のキャラでやった方がいいのかな、レイリーとかね。はい、って感じです。はい、で、特攻狙い撃ちガチャです。で、まあ自分の予想通りというか、はい、感じのラミーパワーが来たという感じです。エジプトの選択権があるね、なんだこれ一応エジプト常設メンバーも選べるよってことかな。ああ、はいはいはい、まあ、一応固有キャラ、固有キャラとか高校キャラは、なるほどね、はあはあ、ちょっと合体したんですね。まあちょっとパワーの使用頻度がね、まあこの後、まあ、遊戯を来ると減ってくるので、まあぶっ込んだって感じですかね。まあ昨日までパワーちゃんも決勝あったので、うん、まあちょうどあの連携してるという感じで、はい、いいんじゃないでしょうかという、はい、感じでございます。はい、まあちょっとでもタイミング的に引けないかなって感じですよね。まあギリギリまで粘って、来週まさかの遊戯を来ないとかだったらね、聞いてもいいかもしれないですけど、はい、まあ来ると思いますけどね。はい、って感じかな。で、なんかあれなんだよね、今回サクチャレっていつも渋かったっけ、なんか一旦46は確定になったような気がしたんですけど、なんか戻ってるよね、気のせいかな気のせいかな、まあ、100位まで入ればって感じか。で、 500位で、3枚、100位で4枚、まあ、ちょっと枚数の感じ変わったのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、で1000位が42なんで、まあほどほど頑張ったらいいかなと思います。まあでも結構強いんですけどね、結構強いんだけど、まあ言うて報酬キャラなのでっていう、はい、ところではあるかなと思います。はい、まあ鍛錬守備キャラが輝く時が急に来るかもしれないんですけど、はい、まあそんな感じですね。まあ1枚はもらえると、はい、いつも通りかな。はい、まあ、投手もまあ1回はやんなきゃいけないので、はい、まあ、頑張ってやりましょう。あ、でカロバになってる、偉いここもうね、 お守りとかの時やったりとかしてもほんと最悪だったんだよね。はい、ここカロバなのはかなり助かります。はい、ということで、まあ、今週はねサクチャレ、まあどこまでやるか人によるとは思うんですけど、はい、マイペースに頑張りましょう。で、今ちなみに遊戯王の方で、なんかカードもらえたりとかいろいろちょびちょびあるので、はい、まあもし暇な方はやってはいかがでしょうかという、今日俺帰りに、まあ、ミッション全部やってもらって帰ってきたんですけど、うん、いいですね、こういうものがもらえるのはあざすって感じでございます。はい、何の話や。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とご覧いただきます。じゃあ、ピースの日常お過ごしください。バイバイ。